どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回は、またサバイバーですね。さ、ちょこちょこ、走っていって、ちょっと系統と合わせて直しに行こうかな。ここにはない。さあね、ちょっとね、ちょこちょこ見られてるような感じがあるんで、いいじゃん。そりゃそうですよね。あのリージョンどういう動き？ああ、ケイトさんこっちついてこないでくれ。後ろ来てるから。いやいやいや、あれついてこられたら巻き添え食らうからね。怪我してる時の追跡だけは結構気をつけてほしいところだね。まあ、とりあえず治療して下の発電機直しますか。グレンの狂乱使わないのか。の割にガリッガリ切るね。マシー恐怖症も発動してないみたいだし。まあ、そっかな。お、ドワイトさん、回復するよ。ね、二人で直せば早いはず。お、三人来た。3人で直そっか。いや、回復早えな。ってことはあれ、1人が追っかけられてるってことか。特に信用もないしね。いや、せめてちょっとどっかで破滅壊したいな、タイミング的にはね。さあ、猫が反応してるが、さすがに来るか。はい、終わり。上に行って、とりあえず抜けて落ちたと思わせて、よし、作戦成功。板当てたからね、激おこやろうね。ナイス。めっちゃ見られてる、見られてる、見られてる。向こう行ったかな。グレンの狂乱をあんまり使わないタイプか。あえてなのか、ちょっとわからないね。いやでもあれだね、ちょっとそろそろ何個か直したいよね。直ったね。これもちょっと直しきりたいところ。でもめっちゃ猫見てるね。
まあ職当ては難しかったか。タイミングちょっとワンテンポ遅らせればいけたかなって感じだね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てきてる。危ない。降りてどうするの。相打ちか、相打ちか。今のあの日じゃあんまり釣る気ないのかな。それともボカンボカンなるから発電機直させるのが嫌で切ってる感じかな。さあとりあえず治療がこれで完了。アイテム取っていくか。あったね。さあ、オブセッションがかけられてるか。チェストか、チェストと工具箱か。上だね。落ちてきたね。どっち？あー反対側か。いや意外と地下か。ナイス。いけるかな。今もう一人に夢中だしね。回復しよっかな。いやードワイトさん2回目やね、救出はね。見てるね。やっぱ上いるねお、出口はお、いい感じやね。ドワイトさんの後ろでカバー入っとけばいいか。さあ、開けた。残りのメンバーは？まあ、ちょっとポイント稼ぎでもらっとこう。あら、いないね。反対側かな。さあどうかな。ボロ体ないからな。お、ナイス。よしよしよし。
あら、意外とあっち一直線だったね。これはギリどうかな。さあドワイトいけるかな。ちょっと助け行こう。全員回復してとりあえずね、多分まだいける、ギリいける。フラフラどうだい、どうだい。さあ一発食らっても出派でどうにかは逃げれるから、とりあえずあとは出れるかどうかやね。めちゃくちゃ肉壁入るっていうね。よし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 、全員出してたね、よかった。いやーギリギリやったね。はい、ということで今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。